おはにちわんばんこ田中坊です。今日は10月の30日金曜日のちょうど夜の7時になろうとしているところです。6時59分です。6時59分、ここもピン、あれピン、合いました。焦点が合いました。はい、これは今場所は福山市になると思います。ちょっと現在地を押してみます。福山市の今津町、多分これ今津のパーキングに入ってきました。福山の西バイパスになります。 UD の、メーター周りです。あと170リッター燃料が入っていて808キロ走れます。はい、7時になりました。平均燃費4、これはあんまり良くはないと思います。不走ならもっともっと伸びていたんですけど、あと僕の走り方がそんなに上手ではないと思います。もっと燃費が伸ばせれるような走り方ができたらいいと思っています。もうちょっと時系列が逆さになるんですけど、先ほどここで福山の街中を通るに結構渋滞すると思ったんで、この今津のパーキングエリアにちょっと休憩を挟もう思って休憩挟みました。ほんででもやっぱりなんか今暇、ちょっと会社やトラックの仕事というか、もう全体的にいろんなことが暇なのかわからないんですけども、交通量もだいぶ少ないみたいで、福山の街の渋滞もさほど多分大したことなさそうやったんですけど、 Google マップの渋滞情報で見るとなんですけど、でだからもう突っ込んでいこうかなと思ったんですけど、いやでもなと、そう、もう福山のこの西バイパスの渋滞は通常ならもう本当に結構この夕方の時間はもうすごい渋滞するので、いつも僕はこんな時間に突っ込んでいったりとかためらうことがあったんですけど、今日は行ってみようかなって思ったんですけど、でも結局やめました。そしてこの今津のパーキングでちょっとご飯食べようと思って、ご飯が7時までやったんですけども、先にご飯を食べてきました。焼きそば定食を食べました。この今津パーキングの一番のおすすめが焼きそば定食やったので、焼きそばを食べて、そう、薄い、もうめっちゃ薄い焼きそばやったんで、なんか良かったです。僕ここ最近コイン結構きついので、薄いのちょうど薄くて良かったと思いました。美味しかったです。時系列逆になるんですけど、その焼きそば定食パッと映してるんで、ちょっとさ見ていただきたいと思います。ほんもうあかんな、これ長々とこんなことをずっと映してもあれですね、すいません。これ動きもしてないんですけど、おります。今津パーキングをちょっと紹介ではないんですけど、紹介ではないって紹介のつもりなんか、今津パーキングこんなところですよっていう感じを映したかったので、わざわざもう一回焼きそばを食べた後に映し直しています。これ今日は肉肉号です。真っ暗やな、真っ暗やけど、ちょうどこの街灯、オレンジの街灯の下なので、で右の方にお月様、今日は満月まではいかないですけど、ほんまにほぼ満月です。はい、こんな感じです。こんな感じで UD を映してみています。真っ暗。いや先ほど
ちょっと時間があれやったんですけど、もう7時でこのまずパーキングエリアのこの食堂閉まってしまうので、もう真っ暗なんですけども、この今ずっと歩いていってるこっちで焼きそば定食を食べてきました。こうやってどんどん歩いていきます。もう真っ暗ですね、見えません、ほぼ見えない。 自販機がいっぱい並んでます。ちゃんとちょっと近づいていったら映るかわからないんですけども、ちょっと行って映してみます。あ、新幹線走ってる。おー、すげえ。今火花散らして新幹線が走ってきました。はい、まずパーキングエリアで、この上に看板書いてあるんですけども、もう真っ暗で見えないですね、ほんまに。これで自販機がいっぱいあって、あ、セブンティーンアイスがあります。お腹が痛くならんすいません、お腹が痛くならなければセブンティーンアイスを食べたいところなんですけども、そしてこの今津パーキングの後ろ側には新幹線が走っています。あの新幹線がちょうど通っています。山陽新幹線です。先ほどちょっと山陽新幹線を撮りたくって、あのじーっと待って、あの山陽新幹線映してみました。あ、これなんか、これ道路の案内、これ笠岡のカブトガニ、笠岡にはカブトガニのなんか、これはカブトガニ博物館みたいなのが確かありましたよね。んで今今日いる現在地がここです。福山西パーキングから、パーキングに福山西のインターからちょっと福山の町の方に来た2号線沿いにあるまずパーキングエリアです。よし、さっきこの尾道のあたり通ったんですけど、夕方は海がめっちゃ綺麗で、あの撮影したかったけど全然撮影できなかったです。んで先ほどまた真っ暗なんですけども、この真っ暗なところからちょっとこうやって覗いて新幹線を撮っていました。うまいことつなぎ合わせてやってみます。よいしょ、ずんずん歩いて、さてでは今から福山の町の中に入っていって、福山の駅前にある高層ビルと一緒に大倉のトラックを取りに行きたいと思っています。まあこれしかないんかっていうぐらいあれですけど、ここさもう僕の今の鉄板になってきているんで、ご了承ください。あの自分の中のあのまた思い出にも残るので、ビルと一緒に大倉のトラックが取れることがほんまに今すごく嬉しいことです、僕にとって。では取りに行きたいと思います。よし、大倉ロジスティックス、はい、では一回ポチします。ただいま新幹線が通過するのを待っています。一向に来ません。来た、福山駅前にやってきました。やっぱり今日も全然、今7時28分になるとこなんですけど、夜のもう全然渋滞してませんでした。今津のパーキングからもう30分足らずでここまでやってきました。ここは福山郵便局前っていう交差点なんですけど、これを左折すると、JR 福山駅のもう駅前です。ちょうど
なんかあれやな、やっぱ駅前はすごい都会、なんか人の往来も多いし、僕なんか駅前とかほんまになんか好きなんです。なんでってもうよくわからないんですけどね。よし、オッケー、歩行者オッケーです。はい、福山駅前の方に入ってきました。よし、ではここのアングルから撮らせてもらおうかと思います。もう福山駅が目の前に見えています。上手に撮れるかな。よっしゃ、すいません、ちょっとここでちょっとバックします。はい、すいません。よし、ではパッと撮影していきます。これはこの木、何の木、気になる気になる木から始まります。これが福山の駅前です。よし、肉肉号言うたりふくふく号言うたり忙しいですけども、ふくふく号が止まっています。そしてふくふく号の先には福山駅前の超高層マンションが建っております。こんな感じです。ナイトシーンです。で、福山の駅前です。あちらに新幹線、福山は多分新幹線に止まる駅やと思います。はい、こんな感じです。大倉号ちょっと歩いてお願いします。こんな感じ、福山駅前で大倉路に花火を止めています。いつまでもお邪魔になったらダメなんで、さっさと動きたいと思いますが、こんな感じです。大倉路の看板と福山駅前の高層マンション。よっしゃ、なんか僕のこの携帯はちょっと小さくすると映り込みじゃないわ、なんかあれやな、暗くなったりするな。はい、このブルーのマーカーがほんまにめっちゃ綺麗でお気に入りです。ブルーマーカー、ポジションとか、これ多分普通の電球みたいなんで、 LED の LED でなんか白色か青かに変えたいなって今思っています。こんな感じです。ちょっとだけ福山の駅前、もう少しこっちの方行ってみたいと思います。天満屋、そうなんですね、福山行ったら天満屋さんなんですよね。このまままっすぐ行ったらあれなんかな、天満屋さんがあって、んでここで夜の、まあなんか近くになると全然はっきり見えないですね。アップにしたら見えるかな。あ、なんでなんやろ、こうやってアップにするとちょっと明るくなって全貌が見えます。あ、ここあれ鳥居がありません。神社があるのかな、福山の街中の飲み屋街まではいかんのかもしれんけど、飲み屋街もありそうですね。多分福山の飲み屋街言うたら、なんかあの2号線からちらっと見えてるとこらへんが、なんか夜中遅く通ってもなんか飲んだ方らとかがさーっと歩いていく時が見えるので、多分そこや思うんですけども、あっち福山駅の北側の方にはお城も見えたりしてるんですけども、ちょっと遠いな、あの白く光ってちゃんと見えてるんですけども、この場所からちょっと
見えづらいです。見えかねます。よし、フラフラして危ない人に見えるなってるので、そろそろ退散したいと思います。これが福山駅前に停めた大倉号です。なんかもうちょっといい撮り方できないかな。なんか納得はいってません。やっぱりナイトシーン難しいんかな。昼間に来た方がいいかな。オイラに乗っている動画を描いています。どうやったらもっとナイトシーンの上手に撮れるかな。これやったら大倉のトラックと一緒にビルを高層ビル撮れてることになるかなと思って。こんな感じしか言うてんの。実はちょっとお城もちゃんと撮っときたいですね。ちょっとお城失礼します。お城はあそこ、お城なんか、あ、やっぱ見えてますね。あのね、お城もう真っ暗です。なんかあのちっちゃい方のお城は白く光ってるんですけども、本丸っていうんですかね、あれは今このアップにしたところ、あ、このここ、これお城なんですけども、ちょっと今日はライトアップもしてないんで暗いです。よいしょ、では立ち去りたいと思います。よし、はい、福山駅前から、いや、ちょっと待って、やっぱりここからもこの位置は取っといた方がええよな。ここも取りに行く、行く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 、やっぱり行く。これ取っとかんかったらどうすんねや、やっぱりもったいないわ。はい、到着です。もう一回取ってきます。あれ何の模様かな、キリンか。はい、福山の前の高層マンションの真下にやってきました。夜です。午後ですみたいな、夜です。夜の高層マンション、この下にはこのあれですね、僕には全然縁のなかった予備校とか入ってますね。すごいな。そしてその下には僕には今一番お世話になっている大倉王子のトラックが止まっています。よっしゃ、これでこうやってちょっとアップにしました。これ福山の駅前なんですけども、さっきから駅前なんですけども、駅前なんですけどもって言ってますけども、この正面、このちょうど画面の真ん中、真っ暗ですけど、お城です。これ福山城です。ちょっとこのまま歩いて福山の駅前なんかちょびっとだけ見に行ってきます。これなんか開きました。はい、こちら天満屋さんがあります。多分普通にこれはあのデパートやと思います。天満屋、関西ではちょっとやっぱ馴染みがないですね。つうか百貨店自体に僕馴染みはないんですけども、でもなんか百貨店ってやっぱステータスあっていいな。ちょっと遠目からまた大倉、僕の肉肉号、生意気でももう僕のとか言ってるけど、わーで、こんな感じに高層マンションがボカーンと映っています。映せてます。かっこええな。高
ビールを見上げ、あの時の俺を睨んだ。あれ、さっきまでなんかもっと光っとったのに、なんかあれですね、キリンだけになっとるな。さっきなんか一瞬いろんな光が光っていたと思います。これで、ほんでここが福山のあの駅前になります。福山駅、やっぱあれやな、栄えとるけど、ちょっと人はやっぱりでもめっちゃ少ないかな。山でも駅前に人がおるんじゃないんでしょうね。多分もっと違うところで人が集まっているんだと思います。お、なんやこれ、国際ソロプチミスト福山。何これ、プチミスト福山コウモリ、これ多分バラですよね。福山だったらなんかバラの町ってイメージです。はい、福山駅前。もしも僕がこの福山に住んでいたらどうやったんやろなとか、いつもいろんな町行って、ほんまに別に深く考えるわけじゃないですけど、たまにふっと思います。おのおのの町で自分がもしここに住んどったらどうやったんやろなっていうことです。そう、福山ほんまに縁もゆかりもなんか全然ないんですけども、こんな感じで福山の高層。あ、またなんか光った。やっぱり急に光りましたね。緑とか紫が増えました。さっきと違います。よし、こうやってうろうろして映してるだけなんですけど、あ、こっから見たら肉号のなんかさんと一緒に撮ってる時に、やっぱほんまですね、あの上のあのオレンジのマーカーが V になってなんかかっこいいですね。キューラー、止まってる、早く戻ろうな。あれ、あ、なんかあれやみたいな、今日は大倉の看板光らしませんね、僕。看板も光らしたらもっとかっこいいやろな。じゃん、よし、もうみん、あれですね、自分ではもう何回撮っても飽きないんですけど、こんなもんを YouTube にアップされて見る側からしたらもうしつこいってなると思うんですけど、ほんまにすいません。もう半分自分の趣味でもあるんで、ほんまに許してほしいです。大好きです、ほんまに。高層ビルと今はもうこの大倉のトラック、僕トラックはほんまにずっと長年トラックの仕事をしてきていますけど、ほんまにそんな興味が、あのちょいちょい言ってるんですけど、そんな興味がトラックにあるわけではないです。ただまあやっぱり長年乗ってきてたんで、それなりにはなんかこう全く知らんいうわけじゃないんですけど、ほんまトラックが大好きな人みたいに、何かがあのトラックのここの部品の名前がどうとか、あのこれがどうやとか、なんかもうそういうやつがほんまに僕は疎いので、あのわからない部分がめっちゃ多いんですけども、ただ今大倉路地に来て、そのトラックがかっこよすぎて、あの今ちょっとトラックも、あのもともとトラックも嫌いではもちろんなかったんやけど、そんな興味がなかったんが、どんどんトラックにもその映すことに興味が出てきたんかな、これは。ただ眺めたりとか、そんな感じです。では今日はもうこの辺で終わりたいと思います。あーかっこいいな、こんな
へへへ、オットもしとるしな、ほんまに。オットもやば、では今日はこれで失礼します。ありがとうございました。ドラえもんの鼻に見えてきた。ゆうりゆうりよ、これ大蔵路地、これ大蔵路地の看板光ります。今日は点滅していません。ご視聴ありがとうございました。